はい、皆さんこんにちは、マダルグルビジです。では今回はシンギルの野望ベリーハードチャレンジシャー総水編続きをプレイしていきたいと思います。前回はビフスルナの地球落下作戦、これを行ったんですが、アムロの離脱によって核パルスエンジンを破壊されてしまって、残念ながら作戦は失敗してしまっています。もうこの先ね、失敗はできないと思いますので、しっかり戦っていきましょう。主力になるのはやはり歴史介入で入れたフルフロンタルのシナンジュ、それとナイチンゲールまで開発してそれに登場しているシャーですね。このあたり十分に使って頑張っていきたいと思います。ちなみにシャーからサザビーを譲り受けているのがここにいるイリアですね。まあ、このイリアとかもですね、漫画になるんですけども、若き彗星の肖像の中とかで結構活躍していて、最近読んでいる漫画で結構愛着がありますね。では時間を進めていきましょう。で、他にちょっと読んでおきたいな、読んでみたいなっていうのがですね、ムーンガンダム、これもちょっと見てみたいなと思ってるので、この後ですね、若き彗星の肖像を読み終わったらムーンガンダム、これもねちょっと読んでみたいなと思います。こちらはそのサザンですね。ブラック級を撃沈してます。サイドワンコロニー、ロンデニオン、地球寒冷化作戦の成否を左右する重要な会談が今まさに開かれようとしていた。ネオジオンは連邦が所有するアクシズの買取を打診した。だが増長した連邦政府はこの申し出を拒絶、話し合いは平行線をたどったまま破談となってしまうのであった。報告します。会談は失敗に終わり、目的であったアクシスの譲渡を認めさせることができませんでした。申し訳ありません。仕方あるまい。ナナイ、作戦部に計画の修正を急がせる。はっ。これは完全にフィスルナ落とし作戦が失敗した、まあ悪い影響なのかな。史実だとね、ここでアクシズを買い取ることに成功したと思うんですけど、まあ、ここでは残念ながら失敗ですね。まあ、ただそれでもですね、アクシズの攻防はあると思いますので、アクシズに向け艦隊は先行させたいと思います。これがその艦隊です。この艦隊に、そうだな、シャアのナイチンゲルも追放させましょう。総帥、演説の準備が整いました。ああ、演説を行おう。私の父ジオン大君が宇宙移民者、すなわちスペースノイドの自治権を地球に要求したとき、父ジオンはザビ家に暗殺された。そしてそのザビ家一党はジオン公国を語り、地球に独立戦争を仕掛けたのである。その結果は諸君らが知っている通り、ザビ家の敗北に終わった。それはいい。しかしその結果、地球連邦政府は増長し、連邦軍の内部は腐敗し、ティタンズのような反連邦政府運動を生み、ザビ家の残党を語るハマーンの長領ともなった。これが難民を生んだ歴史である。ここに至って私は、人類が今後絶対に戦争を繰り返さないようにすべきだと確信したのである。諸君、自らの道を開くためあと一息、諸君らの力を私に貸していただきたい。そして私は父ジオンのもとに召されるであろう。素晴らしい演説でした。兵たちの士気も大いに向上しております。総帥、ロンデニオンとの交渉に失敗したことで、ルナ2の防衛網が強化されてしまいました。しかし地球寒冷化の実現にルナ2で貯蔵されている核が必要不可欠であることは変わりありません。ルナ2攻略作戦を提案いたします。はい、一連の流れご覧いただきました。ルナ2、これ本来だったら騙し討ちするシチュエーションなんですが、今回はフィフスルナの作戦が失敗、
ロンデニオンの会談も失敗ということで、ルナ2を正面から制圧することになりそうですね。さらにルナ2に加えてアークシズの制圧作戦も同時に来ますので、これそれぞれ部隊派遣しましょう。ロンデニオンの会談の失敗により、アークシズ内には連邦の艦隊が未だ数多く存在していますが、アクシズの存在なくして地球寒冷化作戦は達成できません。アクシズ攻略作戦を提案いたします。開発部より。では両作戦早速発動します。これより我が軍はアクシズにはシャオ、ルナ2にはスキルフロンタルを派遣したいと思います。本作戦の速やかなる達成にかかっている。諸君らの健闘に期待する。これより我が軍はアクシズ攻略作戦を開始する。増長し腐敗した連邦政府の手からアクシズを奪還し地球へ落下させる。これにより戦争の源である地球に居続ける人々を粛清するのだ。諸君らの健闘に期待する。はい、では早速部隊発進していきましょう。アバワク、ソロモン、そしてルナ2、アクシズと、各拠点で戦闘状態に入りました。まずはアクシズからですね、戦っていきたいと思います。ご指示をお願いします。早速アクシズに部隊をね投入していきましょう。ここはハマーン、ララーをはじめとしたキュベレイ隊ですね。これにもちろんシャーも投入してます。ではアクシズです。駐留していた部隊というのはほぼほぼ、まあ、外にいたので、これをシャーのナイチンゲルで撃破したことによって中の部隊数思ったより少ないですね。士官数1、部隊数15です。一方我々の方はナイチンゲール、それにキュベレイ隊、増援としてクシャトリアも入れました。これだったら思いのほかあっさり取れるんじゃないかなというふうに期待をしています。進軍していきましょう。中心部まで一気に攻め込む形でいいかなと思います。ここにダブルゼータらしき機影があるんですよね。なので、メガ粒子砲の射線上に入らないように接近して一気にララーとハマーンによって仕留めましょう。パイロット乗っていないダブルゼータだったら問題ないですね。ハマーンとララーのフル改造済みキュベレーで撃墜完了です。ではまず一つ目アクシズですね。こちら制圧完了です。基地中心部の制圧、まあ、被害は全く出なかったですね。敵残存戦力を相当してください。報告します。アクシズの制圧が完了しました。敵部隊が反抗してくる様子もありません。諜報部より報告します。我が軍の行動を察知したロンドベル隊の主力がロンデニオンを出港しました。お気をつけください。史実とは全く違う展開になっているので、これからすごく楽しみなんですが、ご覧いただいた通りアクシーズは制圧完了しています。でルナ2の方にはですね、フルフロンタル、そしてシャリアブル、これ派遣してますので、ルナ2の攻略も、行っていきたいと思いますが、その様子は次回お届けをしていきたいと思います。